はい、どうも。ミジ、メンキチです。どうも、よろしくお願いします。ミジ、メンキチ。ミジメでーす。ミジメ、ミジメ。はい。で、それを嘘として、どうも、ハリツドゴシでございますね。はい、今日は動画ネッポン放送局でございますね。月に一度のお楽しみということで、ね。ファンサービス動画でございますね。はい、毎回毎回ね、お便りというか、質問ですね。質問に答えるっていうね、画期的な構成でやらさせていただいております。はい。今日は、何個ぐらい来てるかな。ちょっと読んでいきますか。まずツイッターの方からね。ですね。師匠のウィキペディアのページの、ニックネーム欄にザコンガ Z とありますが、そのような呼ばれ方されてますか&されてましたか。されてないっす。ね、これはGメンスの時に、ショートコントでやってたんですね。そういうショートコントがありまして、そういうことが多分ね、書いてたんでしょう。ね、ウィキペディアって、ね、人が勝手に書けるんでしょ。だからね、なかなかね、デタラメなこと書いてあるんですよ。デタラメというかね、なんかこんなの書かなくていいだろうっていうね。YouTube でやったさ、わめきワングランプリの第2回大会優勝っていうのも、ウィキペディアのね、受賞歴に書いてあるんですよ。俺。だってそれ自分でさ、やってるやつだから、ね、それを入れるとね、なんか恥ずかしいんですよ。で、それをね、この後営業に行ったところね、営業先で、なんか、店内アナウンスがあるんですよ。店内アナウンスで R1 グランプリ2016年優勝。アラワングランプリ、2014年優勝。第2回、わめきワングランプリ優勝とかつって、店内中はアナウンスされたからね、アナウンス。恥ずかしいわ。なんだそのグランプリがってなるよね。うん。はい、まあそんな感じでね。まあ、ショートコントのね、名前なんで、呼ばれてたことはないです。はい、次。ダウンタウンナウに出演した時に浜田さんとは初共演な雰囲気でしたが、かつてGメンスの時、楽器のハイテンションに、大仏大連発で出演されたと思うのですが、その時は絡みなどなかったのでしょうか。絡みはないですね。もうほぼなかったね、あれはね。ほぼというか、全くなかったと思いますね。はい。だいぶ前だな、それ。ナベプロの時だから。もう10年以上前だよね。まあそんなこともありましたね。はい。次、ヤバクの川島さんが、ザコシさんの R1 優勝を自分のことのように嬉しかったと言ってました。二丁目劇場時代、小葉さんと二人で芸人引退を引き止めてくれたことも感謝しているようそうです。共にスーパー天才芸人ですが、ヤバクとのエピソードで、思い入れはありますか？そうですね。これもね、バズーカでしょ？バズーカの小籔と RG がやってる番組ね。あれね、実は見てました、私。うん。なかなかね、面白い番組ですね、あれね。川島やっぱおもろいよね。あいつはやっぱり俺に持ってないものを持ってやすよ。だからね、なかなか羨ましい時があるんですよね。川島の、感じな。うん、俺より折れねえからな。ほんと折れないよね、あいつはね。それの本当に、羨ましいと思う時ありますよ。そうですね。まあ、確かに俺もこれ覚えてるね。あいつが辞めそうになった時にね、俺とケンコバが止めたっていうのは本当に鮮明に覚えてますね。はい。確かに、二丁目劇場の時でしたね。二丁目劇場のなんかの廊下かなんかで多分言ったような覚えありますね。はい。そうそう。あいつ重いからな。面白いから本当にやめてほしくなかったんですよ。うん。そんな感じですかね。
はい。じゃあ、コメントの方行きましょうか。コメントの方ね。受けたくない仕事はありますか？まあ特にね、今こんなこと言ってる場合じゃないから、ねえ、ないですよ。ないですね。特に、何でも受けますよ。一番ね、でも嫌な仕事っていうかね、昔嫌だったなって仕事は、はありますけどね。なんかね、俺がホストになって、本当にガチで、お客さんと接するような仕事があったんですけど、あれはちょっと本当向いてない。俺向いてないからさ、ホストとか。ちょっと辛かったね。あれはちょっと辛かったですけど。そうですね。まあ、ドラマの仕事とかもね、ぜひやりたいんで。はい、次。R1 優勝者特番見ました。デヴィ夫人、本人の前でも、モノマネに爆笑しました。ザコシさんはどこであんな面白いネタを思いつくのですか？またそのためにはテレビやネットの視聴は大事ですか？僕も発想力を鍛えたので教えてください。そうですね。僕の場合はね、あれですよね、そのモノマネの誇張なんで、人の真似とかもよく見たりしますよ。あと、特徴のある芸能人とかね、そんなような人をよく見ますね。で、思いつくとかね、なんでしょうね、シャワー浴びてて、こう、ほん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 って言ってて、チンチンに当てた時とか思いついたりしますよ。そうそう、そんなもんですよ。そうそう、あ、これいいなっていうね。そんな感じですかね。はい、次。ザコシショウさん、スキンヘッドにしてますが、ハゲなんですか？まあ、それはね、ハゲてなくはないですよ。それはハゲてるからスキンヘッドにしてるんでしょ、そら。でもね、なんて言いますかね、もう今このスキンヘッドにしても全部、えらい経ちますけど、ねえ、もう、生やそうとは思いたくないですね。もうめんどくさい。ね。こう、生やして、ヘアスタイル整えるのが、もうめんどくさいでしょ。だからもうスキンヘッドで毎日、ね、何もしなくていいっていうのが一番楽ですよ。でもあれですよ。それはそれでなんか、嫌なことがありまして、毎日ね、なんて言いますか、枕がドボドボになるわけですよ。なぜかっていうとね、頭の油がね、出てるんですよ。皆さんも出てるんですよ。でも、髪の毛で吸い取ってくれるんですよね。そうなんですよ。それがね、一番、髪の毛が欲しいなっていう理由ですね。もう枕がね、ほっといたらもうドボドボになるからね。それだけだね。髪型はね、もう別にいらないですよ、私は。こう、帽子がありますから。帽子がね、かぶってりゃ、別に、ハゲでもね、ハゲも目立つ、ハゲも、似合うフェイスですから。ハゲ似合わねえフェイスの人いるからね。貧相なやつ。それじゃなかったからよかったね。はい、次。ザコシさん、こんにちは。さて、僕が思う人間で最も罪深い行為は、井戸の中にうんこをすることだと思ってます。井戸の中にうんこをされたら、もはやその井戸水を飲むことは、永久に、使用できなくなってしまう悪魔の所業です。ザコシさんもぜひこの井戸うんこのネタで何か面白いネタや動画を作ってみてください。何なんだ、これは。何なんだっていうのね。でも別にそんな井戸にうんこしたって別にねえ、浄水されるわけでしょ？浄水されないのかね？よくわかんないよ、俺、これ。でもやだか、うんこしたとこの水飲むの。でもそんなこと言ったらでもあれだよね、地球なんてさ、こう、回ってるわけですから、水が。それを考えると、ね、下水も周りに回って飲んでるわけですよ。そうですよ。それを考えるとね、別に汚くないのかもしれないですね。は
はい、次。ウィングで一番好きだった外国人は誰ですか？ウィング？プロレス団体でしょ？プロレス団体ウィングで一番好きだった外国人。そうだね。フレディ・クルーガーかな。フレディ・クルーガーとね、なんだろう。ジェイソン・ザ・テリブルかな。あと、なんだっけ、クリプトキーパー、うん、クリプトキーパー弱かったな。レザーフェイスが強かったんだよね、ウィングの外人で。怪奇派ばっかだけど、うん、レザーフェイスと、そうだね、レザーフェイスが一番でかくて強かったな。うん、ジェイソン・ザ・テリブルってやつがいたんだけど、そいつがね、最初はね、悪者で出てきたんですけど、なんかベビーフェイスになったんですよね。だから、ね、ジェイソンなのにベビーフェイスっていうね、わけがわからんことになって。で、ジェイソン・ザ・テリブル VS フレディ・クルーガーとかの試合あったんですよ。で、それ見に行ったんですよ、大阪臨海に。そしたらね、もう、なんかもう、つまんなかったよ、その試合。デスマッチでもねえですよ。ねえ、なんか優秀接戦がいっぱいあるとか、そんなんじゃなくて、ただね、場外、カウントがない、ただどこに行ってもいいっていうルールで、クソつまんなかったね。うん。まあでもウィング好きでしたね。うん。松永光弘のね、エースでやってましたけども。はい。今だったら大日本プロレスかな。大日本プロレスがウィングみたいな感じですよね。次、ザコシさんが出てたマルコポロリスペシャル見ました。面白かったです。正統派モノマネ芸人のザコシ、正統派モノマネ芸人のザコシさんが、エセモノマネ芸人の福田彩乃をもっとボコボコにしてるとこが見たいです。逆逆逆だろ、お前。怒られるわ。俺がエセモノマネだろ、お前。正統派がお前、福田彩乃だろ。ああ、福田彩乃と対決しましたね。あれね、なかなか生放送なんで、結構ね、緊張はちょっとしましたけどもね。うん、東野さんがね、えらい、美味しくいじってくれるので、ほんとありがたいですね。福田彩乃。福田彩乃と、そうだね、もう言うたら振りですよ、福田彩乃が。うん。振りで、あいつが振りで、俺がボケみたいになって、だからね、ボコボコにしばいたというか、感謝ですよ、これは。うん、福田彩乃のおかげでこうね、あの時はもう爆結構受けましたから。ザコシのファミコン攻略で戦いラーメンマンに挑戦してみてください。隠れたクソゲーです。お前、隠れたクソゲーじゃねえだろ、バカ面白くねえよ、多分あれ。うん、地獄だって俺一回やったことあるけどな。アクション要素もあんま少ねえですよね、あれね。うん。だからバカつまんなかったら、バカつまんなかった多分。うん。ほんと眠くなるわ。はぁ、はぁ、はぁ、はい、というわけでね。月に一回、質問コーナー設けております。ここにですね。コメントなり、ツイッターの、シャープ、動画でポン、放送局でね、書いてくれたら私が答えますんでね。はい。今月はこんな感じですかね。うん。はい、いろいろね、テレビとか、あ、単独ね。単独ライブがね、今、前売り売ってますんでね。ぜひ、買ってください。ザ・高円寺です。はい。よろしくお願いします。ありがとうございました。